はいどうも、えー、石川県の金沢を中心に全国そして世界を飛び回り、笑いとスピリチュアルの融合、そして目に見えない世界の見える化を推進しているチャンネル、ーりです。はい、どうも。はい、今日もですね、えー、ご質問にお答えしていきたいと思います。えー、今日のご質問はですね、えー、悟るとはどういう状態なのでしょうかうんということですね。はい、えー、これはまあ一つの視点として、まあ、悟り、えー、それもまた 解釈は人それぞれだと思いますけども、え一つの形としてえ私が思っているものは、えーまあ、言ってみたら、まあ、高次元の存在ですね。ここにアクセスしている、うん、時間が長い状態、うんまあ、アクセスしている状態を悟りと、えー、思っています。はい。 人間で肉体を持って生きていると、そこの高次元の存在につながりっぱなしで生活するっていうのはなかなか難しい話かと思うんですけども、いかにそこの、そこにつながって生きている状態が長いかというところが一つポイントなんじゃないかなと思ってます。なので、悟るということは、高次元の存在とつながった状態で生活をしていく状態だと思います。はい。 ということで、えー、今ですね、LINE で、えー、チャンネラーリュウと友達になろうキャンペーンやってます。今は不動明のパワー付き画像をプレゼントしてます。またですね、この動画の下に私のホームページ、えー、アメブロのリンクも貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい。えー、ということで、チャンネラーリュウでした。